はい、おはようございます。一級電気工事施工管理技士、実技試験ですね、第二試験の勉強を行いたいと思います。では今日もですね、3日目となりますけれども、経験記述、第1問の経験記述の解説をしていきたいと思います。過去2回行っているんですけれども、今日も同じくですね、工事の工事名ですね、工事場所、工事概要とかですね、工期、現場での立場、業務内容、これは毎回同じです。で、一つだけ作っておけば十分ですので、で、いくつも暗記するのは大変ですから、一つ必ず作って覚えておいてください。はい。で、初日は、ですね、品質管理で資材搬入計画をやりました。はい。で、初日の2番目として、施工品質確保上の留意事項をやりました。で、2日目の1番目は、安全管理で停電作業時の安全確保を紹介しました。昨日2日目の、第2番目としては品質不良、不良資機材の除外と保全を紹介させていただきました。今日はですね、安全管理で、墜落災害、飛来災害ということを紹介させていただきたいと思います。はい。この電気設備工事においてですね、やはり高所で、配線をしたり、それから機器を取り付けて照明、高いところから照明をつけたりとかすることもあろうかと思います。それが起こってきて人に当たったり、ですね、それから、飛んできたものをどうやって防御するかというような考えが今回の技術になると思います。はい。予測した事故としてはその理由2つを挙げ、各々の対策2つを記述する。このような問題が出るかと思います。はい。予測した事故としては、3.8 メートルの高所作業による足場からの作業員の墜落すること。はい。これは 3.8 メートルの高所で作業だったということですね。2メートル以上になると高所という扱いになります。安全衛生法で足場を設けて作業所を設けなきゃならないとか、手すりとか安全帯がつけられるような、装置を用意しなきゃいけないことになっていますね。はい。これはその安全衛生法で勉強したと思いますけれども、まずこの条件としては2メートル以上の何か作業だったということを書いてください。あまりにも高いとですね、建築の方の試験みたいにですね、足場の方が問題になってしまうんですが、我々はその電気の試験となりますので、それほど高いものはないと思うんですね。20メートル、30メートルで足場ではなくてですね。はい。まあ、大体このぐらいの高さの街灯とかですね、配線の高さを書いておくといいと思います。まあその理由、ですね、予測した事項のその理由としましては、作業場所が複雑だったため、無理な姿勢で高所作業による照明の取り替えを行うことにより、労働者が作業所からの墜落する危険があることあると判断したからということですね。はい。作業場所は複雑、これあります。常にこう団地型の建物とかですね、学校のような教室がずらっとこう単純に並んでいるような建築物っていうのは逆に少ないです。民間の建物でマンションだとこうやっぱりデザイナーズマンションということで複雑になっていて、足場とか、作業してない段階はすごいかっこいいんですね。はい。だけどそのいざ工事をやるときは複雑な仮設になってしまって、作業する場所が無理な姿勢で、やらなきゃいけない、墜落してしまう、物を落としてしまうような、状況、近い状況ですね、になっているデザイン優先の建物って結構あると思います。はい。ですからその作業所が墜落する危険性があったとき、墜落ですね。はい。で、対策としては1番、枠組み足場と、外壁との間に棒網を張った。はい。落としても途中で引っかかって止まるということですね。はい。まあ、かすり傷程度で、済む。まあ、命までは落とさない程度ですね。はい。大体2段に、大体全国的に見て、そうですね、2段、足場2段につき1段ですね。大体 3.8 メーター、高さ 3.8 メーターですか、1.7 メーターの場合ですから、3.4 メーターですか、の間隔で水平ネット、棒網を張ることが大体、足場申請などをするとですね、監督署から言われます。はい、大体そうですね。もしくはその、人が入れない幅30センチ以下になって、人が絶対落ちないような、ギリギリ足場を踏みなさいということになりますね。はい。
どちらからだと思います。まあ、そういう感覚を覚えておいていただければ、作業所から高さ85センチの手すりを設置し、安全帯がかけられるようにし、高さ、そうですね、あの手すりの高さというのは80センチから、そうですね、あの1メートルの間ぐらいがちょうどこう腰から胸の間ぐらいになりますので、大人のこう体格であればですね、あのそれで安全帯がちょうど腰の高さになりますから、かけやすくて、落ちてもですね、あの安全帯というのはですね、紐になってますので、低すぎたりすると、落下した高さ、下に落ちるまでの高さが伸びてしまうんですね。はい、だから、胸とか腰ぐらいの高さにちょっとかけられると、つけやすいし、落ちた時もピンとこう張りやすいので、命を落とさない可能性が高くなりますので、そういったこう手すりを設けるんですね。これで85センチ、85で覚えておいてくださいね。はい、になります。足場の各所に安全帯使用を表示する。で、啓蒙活動する。まあ、これは義務じゃないんですけど、再転換の印象、いい印象を得るために、こういう掲示を行って、啓蒙活動を行ったということを書くとよりいいですね。どうしてもその、行数が多かったりとかすると、なんとか埋めなきゃいけないんですね。で、埋めるために、こう、いいことを書いておくとですね。で、さらに、高さ35センチの中山と、高さ10センチの幅木を設置し、物の落下を防止した。はい。先ほどの問題で、飛来ですね。墜落で人が落ちる。飛来で物が落ちるですね。で、これは物を落ちる防止として、そうですね。幅木、10センチの幅木で物がコロ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 転がって、外に落ちないようなものをつけるとか、中山っていうのは、かがんだ姿勢で、作業した時に落ちるんですね。手すり85センチより低い姿勢で作業することがあると思います。無理な姿勢で、先ほど大前提がありましたから。そうすると中山があると、しゃがんだ状態でも、落ちなくなります。はい。こういった対策を組んでいるんですね。で、対策の2番として、毎日の足場仮設の使用開始前に、足場点検資格者による点検を実施し、不具合箇所を直してから使用させた。また、作業員が装備する安全帽、安全帯使用工具は現場に持ち込み時に、製造年月日と性能を点検し記録した。はい、これも現場ではもうほとんど当たり前になっていると思いますが、それただ書いただけです。はい、足場点検資格者ですね。という講習、特別講習がございます。はい、足場については足場点検資格者が1日ですね。特別の講習。それから足場等の組み立て作業主任者というですね、講習があるんですけど、これは2日間ですね。どちらか持っているものが点検するんですね。足場使用するものの中から、点検書を出さなきゃいけないので、まあ大体この足場点検資格者ですね、電気設備のものは受けて、実際に使う人がですね、その資格者の資格を持ってですね、点検をします。はい。で、不具合箇所があったら、建築の方に指摘をして直してくださいという形ですね。もしくは足場組み立て作業主任者が自分の仲間にいれば、そこに直してもらう形になります。はい。また、作業員が装備する安全帯ヘルメットですね。これも賞味期限ってあります。確か2年だったと思いますね。ヘルメットの製造年月日とか買うときに、そうですね。あれですね。こういう作業服売ってるところのお店で製造年月日を見てから買った方がいいです。はい、なるべくこう1年も経っちゃってると1年しか使えなかったりとかしますので、ヘルメット安全帯使用工具ですね。はい、これもその、使える期間が限定されていて、もう5年も経ってるものは使っちゃダメだということで、使用禁止をせざるを得ないですね。はい、ということです。次に予測した事故として、3.8 メートルの高所作業による足場からの工具、使用資材の墜落すること。まあ、これ、まあ、言うまでもないですね。工具や物の落下ですね。があってですね。作業場所が外壁面のほか、屋根の上、屋根上などの高所で広範囲であった。高所から工具や、使用材料が落下し、地上にいる作業員が通行する第三者にぶつけることが予想された。はい、高い場所だったらどこに物が飛んで落ちるか、落ちたものが
バンドしてですね、もっとそういうところに飛ぶことがあります。はい。まあそういうことを予測するので、まあそういう組み立て中とか、はその離して人を通行できないようにする。で足場ができたらメッシュシートなどを貼って外にこぼれないようにするということが必要ですね。まあそういった事故が、ね、まあ実際にその、落ちて第三者に当たってしまって死亡災害なども発生しているようです。はい、対策事としましては、作業前日に各作業班の翌日の足場使用範囲を打ち合わせし、上下作業を根絶した。はい、ですから、いろんな会社が、下請け会社が来て、上下で勝手にやることがないようにですね、前日に打ち合わせをして、私たちは明日は2階と3階、あなたたちは1階をやりますとか、だけど、水平的に見て、南側と北側、に分かれてやれば上下じゃないですよね。でそういう打ち合わせをしていって、そこに立ち入らないということです。はい。そういう約束をしておくといえば、絶対に物を落としても、怪我人は出ないということですね。で平井落下予測地点には、カラーコーンとかバーとかの設置、第三者が立ち入らないように表示と交通誘導に警備員を配置して、入っちゃダメですよって声をかけられるようにするということですね。はい。対策2番。外部足場には垂直ネットを、足場全周に張り、材料の飛散を防止した。だから物がね、あちこちを当たって落っこって、どこかに飛んでっちゃいますよね。わかんないとかね。それがないように、外には出ないようにその垂直ネットをやって、張ってですね、第三者に対する行動、上部には朝顔養生、ね。水平にこう、朝顔のようにこう、花が咲いたようにこう、ついてくる現場がございますよね。はい、そういうのがあって、その下を歩けば絶対に大丈夫だと。朝顔によって、上から起こってくるものを防いでくれる。そういうものを設置するんですね。また全ての工具には紐をつけ、落下を防止し、使用材料は荷上げ場所を定め、まず、全ての工具は紐をつけて、万が一手が滑って落としても、その紐で下まで落ちない、床で止まるというような感じの装備が今売ってますね。はい、そういうのをつける。で、荷上げの場合、途中に荷崩れして落とすこともありますので、荷上げ場所を定め、玉掛け資格者による、これは適当な人間ではなくて、吊り上げる方法を知っている者が、指揮をする。で、合図をする。合図を取り付かして誰が聞いても分かるような合図にする。そういう練習を、決め事をしてからですね、荷上げを行えば、まず崩れにくい玉掛け。がある。で、場所も決めていれば、警戒するエリアが皆さん分かる、ね。で、合図をしておけば、あ、今、危険な時間に入ったんだな、っていうことが分かる。ということですね。で、労働者に、関連災害を予測した経験ですね。はい。あ、これまた新しい分野になります。はい。これは明日またやろうと思います。今日はですね、高所からの、墜落災害、大災害についての経験、技術についてご紹介いたしました。以上です。